いやーついにまた恒例のあの時期がやってきましたね。そうだな、今デッドバイデイライトは旧正月そうネタ切れの時期です。恒例行事化してんじゃねえよ。あとうちのチャンネルだと年がら年中じゃねえか。最近の悩みはチャンネル名を今のからオールウェイズネタ切れにするか迷ってること。聞いてねえし、それだと校舎の名が体を表しすぎだろ。しかし毎回ネタ切れをそのままにするうちのチャンネルではありません。こちらご用意いたしました自動ネタ出し機。うぷ主じゃねえか。これに衣食住を提供すると勝手にネタを考えます。投稿主本人がネタひねり出してるだけなんだよ。いやー最近は自動化が進んでるとは言いますが、ここまで進歩してるとは思ってもいませんでしたよ。今のところ一番原始的な方法だよ。はい、そんなわけで始まりました DDD 実況。さて今回はどんなこじつけじみたコンセプトを掲げるのか。はい、今回は自動化にあやかりまして全自動回復構成、ストライクの弱体が決まった今、今後トンネル対策でこの構成が流行る間違いない。さて走行してるうちに吸い込まれるように呪いのトーテムへ。やはり普段からキラーへの嫌がらせを念頭に置き、徹底した立ち回りがさらなる嫌がらせを私に与えるのです。そんなわけでドーン。さて何事もなく発電機が1台突っ走ですね。終わりだろ。それは小割食いだろ。いや別に何もありませんでしたよ。この人がつがつにトンネルされてるじゃねえか。草を生やすな。なかった。は？何もなかった。やかましいわ。しかしこう見えて霊夢ちゃんは情に熱い女。この人を全力でカバーしようと思います。六方全書で殴れば厚さってものを理解できるかな。でも1センチの厚さって薄く感じるけど100万の厚さって言うと分厚く感じるよね。お前の情はせいぜい金箔ぐらいだけどな。0.1 マイクロメートル。その発電機つきそうだけどキラー持ってるぞ。任せろ、このドワイトは絶対に殺させない。珍しく味方を思いやるムーブ。まあ取れ高的にセカンドウィンドウ使いたいからね。私のセリフを台無しにする天才か。さてここからチェイスを始め。さて納得できないダウンでしたが、こちらは初めから釣られるのが目的。見よ、これがアドレナリンとセカンドウィンドの同時発動。過剰回復だろ。これによって健康状態に治療負荷のステータスがつくというわけのわからないことになっております。これには味方も困惑。しかもキラーのノーアンが発動してばはさらにカオスになっていきます。ゲート止めに来たぞ。ノーアンで一人でも多く持っていくつもりか。この状況で小屋板を温存する理由はない。は？考えるのをやめるんじゃねえよ。いやあんな当たり方で地下に釣られたら頭も悪くなりますよ。元から悪いから関係ねえだろ。え？なんで今私殴られたの？暴言でぶん殴られたんだけど。さてキラーは全滅を取れると踏んで大暴れ。そうあの助けてやったドワイトだけいつの間にか出てるじゃねえか。お前のせいでトンネルされたんだろうが。しかしなんとか地下から脱出することに成功。しかしがっつり見つかってますよ。いやだ、私は脱出する。てかフックから近くないか？うるせえ、空いてるゲートがこっちにしかねえんだよ。私だけでも脱出したい。ゴミが何か喋ってますね。てかこいつフック守らなさすぎだろ。絶対に全滅を取るという固い意志を感じる。よっしゃいたわったな。このままフックを素通りゲートに向かいます。当たり前のように救助の選択がない。あるわけねえだろ。なめんな。なんでそこに変なプライド持ってんだよ。だがこの距離ならば間に合う。ゲート入ってデッハ入ったら試合終了。ゲームセットだ。これでもかと距離を確認するやつの図。キラーよお前は攻め。いや待って待って待って、おかしい。最近はバグで全てのキラーが月が戦勝を打ってくるぞ。地獄すぎるだろうが。さてストライクもないため助かる術がありません。いやだー。しかしここでボロ対肉壁と思われる味方。やっぱ持つべきは仲間なんだよな。手のひらクルトがずっと尖り続けます。さてここで下ろしてさらにダウンを狙いに行った。お、それは欲張りすぎじゃないか。さあこの一手でどうなるか。味方ー。しかしここで担がれたら私出られるのでは。ゴミはどこまで行ってもゴミである。だが味方間一発で脱出。なんでだー。今までのツケが回ってきたようです。だって霊障は事故でしょうが。お前は追いかけ回されて死ぬのが求められてるんだよ。需要が特殊すぎるだろサイコパス集団どもめ。よっしゃ抜けた。はははははお前は欲張ったがゆえに負けるのだ。そこいつ毎回なんとか脱出していきやがる。はい月が転生打たれる前にデッハ使っときますね。まあこの状況なら破棄毒だな。いやー困った困った。釣りが偏って霊夢ちゃんピーンチ。なんだそのキャラ。しかし残り発電機は1台。そして私は基本に忠実な女。デッドバイデイライト動画の基本通りアドレナリンを添えている。シュートの左手理論を適用させるな。マリサ先生生き残りたいです。切実すぎるし、もしかして最近スラムダンク読んだ？さてこの状況でどうやって逃げようか。この辺全然いたないんだよね。状況が不安定すぎる。まあすでに負傷しててデッハも使っちゃったけどなんとかなるでしょ。なんとかなるよね。自分で心配になってんじゃねえよ。はいここで一般人はイタブルを選択すると思います。しかし霊夢ちゃんは二窓を選択。後悔先に立たずを噛み締めます。後悔してるじゃねえか。危ねえ。もう少しでこめかみから森が生えるところだったな。さすがにそんなグロ映像をお茶の間にお届けするわけにはいかない。今までもまあまあグロいけどな。ああ。結局体から森生えてるじゃねえか。しかしこの角度ならいける。さすがに殴られない。はい強い。霊夢ちゃん最強。主食はプロテイン。最強がてら屈強になろうとするな。さあて最強元い屈強な霊夢ちゃん、そろそろ限界のお時間がやってきました。最強かっこわら。あお茶の間にグロ映像が。さっきからもうお届けされた後なんだよ。すいません今不在で。映像に不在届けを適用させようとするな。
だが全滅意識高い系のキラーだったようで起きることに成功。私はまだしぶとく戦えるようです。これでまたコメントでゴキブリとか言われるな。私のどこかゴキブリで。そういうとこやぞ。いや、視覚以外の謎感覚で攻撃を察知して急激な加速でそれをかわしただけじゃないですか。思ったより特徴がゴキブリなんよ。さてここは強い小屋でチェイスするとこですが、板のない小屋に存在理由を感じないので離れます。もう二度と小屋の窓を使用しないでもらいたい。いやでーす。しかしまずいことになった。板がないから小屋を離れたのにここも板ないじゃん。しかもここ最初に私が板使ったとこっていうね。これが無能の現状。もうデッカも使った今板ブルはリスクが高い。板から離れて捕まるぐらいならガン待ちで安全に倒すのが良い。急に冷静になるやん。さあてこの板を割られると始まります。霊夢ちゃんのジリヒンチェイスが正しを悟っただけだったのかよ。いや普通のキラーなら窓枠擦れなくはないんだけど、ハントレスとかデススリンガーみたいな遠距離持ちは窓枠イコール死なんで、こんな風に壁に練り込むぐらいまで縁をつき攻撃が壁に吸われることを祈り、めっちゃ窓枠飛びそうにしながら意地でも窓は飛びません。プレイしてなくてもわかる。キラー絶対にイライラしてることか。まあパークも使わずに走ってるだけなんですけどね。走るだけでイライラさせる才能。さらに霊夢ちゃんはアルゴリズム体操上級国民なので、窓枠飛んでも頭を下げれば大丈夫。一歩間違えたら死ぬ体操じゃねえか。私アルゴリズム体操ガチ勢なんで。でも狂ってんのか。さてそろそろ2回目のチェイスが始まって1分。発電機まだつきませんかね。まあどっかの発電機をガン回ししてたらつく頃だな。もう限界。今まで詐欺師も引っほど騙し騙しチェイスしてきたけど、さすがに無理。小学生にオレオレ詐欺するようなもんだって。なんで詐欺よりの例えなんだよ。早く発電機回してください。もう板も窓もなくて若干積んでるんです。さて思いは届き通電するのでしょうか。撃たないで。なぜさっきからひどい目に遭うのか、ここまでの試合を通してわかった。パークがい。ねー、それはお前の実力の問題なのにどうしてその顔ができるの。まあ霊夢ちゃんは高顔無知で有名ですからね。恐ろしく不名誉だよ。しかし今までの反省をした霊夢ちゃんに資格はない。最初は救助と回復でセカンドウィンドの発動条件を満たし、途中でセカンドウィンドを発動、最後はアドレナリンを決める。この序盤中盤後半と隙のない動きにキラーも発狂するに違いない。ひー、さて計画虚しく序盤に殴られチェイススタート。やめて、序盤でつまずくと後が辛いの。まあフックから救助されて30秒で自動回復するセカンドウィンドがまだ溜まってないから、今釣られたら普通に腐るな。なんで先に殴ったクローデットはなかったんだよ。そこに霊夢がいたから。火山家にとっても山的存在にしようとするな。あーマジ無理。この一周距離の板でドクターとチェイスは無理。どれくらい。花でスイカを栽培するぐらい無理。例えが頭悪そう。お前が聞いたんだろうが。危ねえ。でもそっち向きでデッカ使ったら板に間に合わねえよ。ちっちょう。さて序盤でこけて中盤後半と隙だらけになると予想される展開。まだ終わってない。セカンドウィンドは救助されると発動するから、さっきまだ2段階に入ってない霊夢ちゃんは発動のチャンスが残されている。さらにここでキットゲで高速回復、仲間1人分の回復によりセカンドウィンドが溜まる。これがこの構成の理想の動き。あとは発電機をゴリゴリ修理していくだけ。だがここでブラストによる妨害、狂気状態を解くまで修理ができない。どっから出てきたー。さてマウスの動きでビビったのがわかります。やめろ、恥ずかしいだろ。高顔無知じゃなかったのかよ。そんなもん捨ててやったわ。捨てれるもんじゃねえだろ。では高顔無知は来週に回収してもらうとして。分別の問題じゃないよ。このさっきやられた板でリベンジマッチという行じゃないか。さっきあれだけ無理とか言ってたのに。あれはブラックさ。さっきのチェイスでキラーは私を無理無理カタツムリだと思う。しかし霊夢ちゃんはカタツムリじゃない。そんなことわかってんだよ。そして油断したキラーに板を当てる。はははは。序盤思い通りにいかなくてできた隙もチェイスでゴリ押せば関係ない。じゃあ最初の下りいらねえじゃねえか。さていいタイミングでさっきの発電機がついたみたいだし、この辺りの板をがっつり使ってチェイスしよう。しかしそこはさすがのドクター。電撃当てて板も窓も使わせません。フッ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 。霊夢ちゃん死ぬか。さっきの含み笑いは何だったんだよ。まずい。しかし霊夢ちゃんうまーい。はこのままだと料理系の動画と勘違いする視聴者が出てくる恐れがある。それは絶対にねえよ。いやだって危なー。まずいとかうまいとか味の感想と捉えられてもおかしくない。料理系の動画に対する理解が薄すぎだろ。てかこの現状を見て料理系になることはねえだろ。いや人間の締め方かと思う人の可能性も。発想が猟奇的すぎるだろ。そう考えると大きな括りで見ればうちも料理系チャンネルだったのか。猟奇系チャンネルの間違いでは。さてうだうだ言ってる間にドクターが電撃使わなくなりましたね。追いつけねえからな。それでは早速叩かれていく。寄せようとするんじゃねえよ。だが釣られたところで問題はない。このように狂気レベル3によって自力回復できない状態でも30秒経てば勝手に回復完了。ドクターは救助後に事故りやすいから勝手に回復するのは案外いいな。ただ私はもう2釣り。ここで死ぬと試合がキラー側に傾く可能性がある。だからなるべく裏方に徹していこうと思うよ。まあそういうことだから。お前が追われろ。さて残り1台になってからまだ時間が経っていない。しかもここに2人とさっき助けた人を考えると修理は行われていない。こんな状況で嫌だー。さて霊夢、通電するまで逃げなきゃ死ぬぞ。そか、おもじがうぜー。でも今回はさっきと違って味方が全員生きてる。これなら1分ぐらいチェイスしたら通電するんじゃねえか。すでに負傷してるのに。いやそこに小屋板があるじゃろ。使わせてもらえねえよ。このドクター本当にきっちりしてるな。感心してるとこ悪いけどもう死にそうなんだけど。なーむー。人の命を諦めてんじゃねえよ。ここだー。感覚でデッハ打って成功させてやがる。この死ぬと生きるのギリギリの感じ。
もういに穴があきそうでござる。両キャラのような発言はできない。いや待って、その方向で板割られるのがきつい。もう逃げ場としては小屋しか残ってないが、板を倒させてももらえない。板も窓も使えない小屋とかただのトークハウスだからな。建築センス罰されど、チェイスはここで行うしかなく、かなり厳しい状況。相変わらず窓は飛ばしてくれない。しかしここで味方の三日目。ナイスすぎる。お前の稼いだ数秒は良くも悪くも世界を変えた。こいつの寿命が数秒伸びただけです。さて小屋板を倒し割らせることに成功。これでかなり距離と時間を稼げた。でも自利品なことには変わりないぞ。まあ幻影と赤い光で位置は簡単にバレるし、板もこの辺りだとここが最後。これを倒したらもうデッカが使えない以上ダウンは必至。でも倒せなくなる前に先倒し。しかしこれでも発電機はつかない。ふ、もう慣れましたよ。諦めの境地に立ってるじゃねえか。終了は突然訪れる。はははは、はその鈍足で私を捕まえてみやがれ。さっきとの態度の違いよ。しかしこのままあっさりと脱出できないのが DDD。 ゲートあくまでに釣られてた人がトンネルされてるぞ。このまま救助しに行っても狂気度上げられて治療できなくなるのが目に見えてる。しかもきっちりストライクの警戒もしてるな。これはあれをやるしかない。まず手近にある箱を開けます。うわ嫌な予感しかしない。フックをへし折ることに関しては霊夢ちゃんは定評がありますからね。担いだが最後、満を持して一番近いフックをぶち壊します。同時にキラーのメンタルが折れる音が聞こえた。だがまだキラー諦めないようだな。ならば三日でしようじゃないか。月として三日でに入る姿も生やしたいゲリ。ここまでしたらさすがに抜けられるでしょ。この試合キラーやめたくなる瞬間詰まりすぎだろ。そんなわけで全員脱出。